はい、今日の朝飯、残り物、残り物やな、これ。おとといね。まあ大丈夫やろ。なんもないはずやのが、これも昨日もらった残り物やな。この吸い物ももらったやつやね。このパンももらったやつやな。半分残り物、半分もらったもの。なんかしかね、あれやね、小敷坊主みたいなことしような。小敷坊主っていうのは、あれだよね、調べたら、小敷というのは、坊さんの修行みたいなもんだよね。自分で何か行動をして、働くとかね、なんか獲物を取るとか、そういう行動をして生存するということじゃなくて、人から施しをもらって、ね、生存するという方法を、なんちゅうか、実験するんだろうね、あれ。実験だろうね、あれ。自分が価値のある人間かどうかというのを世に問うという、そんなことかな。ねえ、まあわけわからん、なんていうかお経を言って、訪問先からお米とかなんかね、いろいろもらって、ありがたがられて、生活できるという自分を確認するというかな、ね、なかなか面白い発想やね。自分で考えず、人に任せる。まあ、これ、他力本願。ね。まあ、他力本願っていうのも仏教の言葉みたいな。まあ、年を取るとな、本当、他力本願というか、自分でやってるみたいだけど、ほとんど自分でやってないよね。大体がもう、本当に人任せみたいなとこあるよね。若い時はね、そんな風なことは考えたことないけど、自分で考えて、自分で行動してるとね、はっきり思っちゃったけど、年を取ると本当、周りの影響というか、周りの環境によって自分がどうとでもなるというような、そういう感じになるね、やっぱ。小敷坊主までしなくてもいいけども、まあ、あんまりね、物事、自分がと思ってね、自分でいろんなことを決めて、あんまり自分のイメージ通りに固まる方がいいんじゃないかなと。この年になると思うね。あんまり自分のイメージ通りの空間を作ってしまうというかね、何でもね、作品でも、写真の作品とか、何でもそうやけど、自分の仕事でもね、あんまりそれを強く出すと、なんというか、息苦しくなるよね。まあ僕はね、だいたい人の写真とか作品とかあんまり見らんのよね。息苦しいから。まあよっぽどのなんかがない限りは、本当作品という形で人のものを見に行かんね。まあこの前にもね、動画で紹介したけど、ジャコメッティの彫刻ね。もうあれが40何年前に初めて本当自分で人の作品を見てみたいなと思った作品かな。まあ今仮にジャコメッティの展覧館があるとすれば見に行くかなと思えば多分見に行かんでしょうね。もう今見てもあの40年前に思ったあのなんという印象というのは多分相当変更されてると思います。もう、本当あの時新鮮だった思いとかね、いろんな感情というのが、逆にもう、そんなものは当たり前だろうというような気持ちになってるのかな、今は。まあ、サルトルは、ジャコメッティの彫刻を、なんか言ったら、絶対の孤独とかね、そういうような表現をしていたね。まあ、僕からそれは、まあ、この年になれば、そんなもんは当たり前だろうと。そう思うよね。
だからどうしたという感じやね。だから本当40年前と今とは本当違うね。もう本当同じものを見てもね、何度も言うけど年を取ると本当面白いわ。今日もなんかいっぱいあるな。本当なんもないことこれだけあるんやけどな。半分施しやね、これ本当。半分今こじくよちゃんがわからんな、僕は本当。おいしい。さあ納豆をかき混ぜて料理をしよう、作ろうか。食いながらこれ料理をしようのかな、これね。この前の動画じゃないけど、これも料理になるやん、かき混ぜるだけで。はい、今日はこれで終わります。